小田急線開業当時の車両、モハ一夜。歴代のロマンスカーを間近で鑑賞したり、実際の運転台で使用していた機器を活用した電車運転シミュレーターなどを体験できたりする施設、ロマンスカーミュージアムが小田急線海老名駅に隣接した敷地に完成しました。オープンは4月19日。新型コロナ対策として、当面の間は公式ウェブサイトから申し込む完全予約制です。